うわ、すごくない？こういうようにね、逮捕しちゃうぞ。なんやねんそれ。イエーイ。明るいですね。マー君。ごめんなさい、ちょっと警察の前でマー君コールして。あかん。マー君でざわつかれるの困るから。これ見てよ、ご飯食べれるって言って、この中で第二警察兵庫県警の本部でになんかレストランが入ってるってことで。行ってみよう。これまだ11時やし、突撃したらまだいけるでしょ。いけるでしょ。やっぱ今日はね、木曜日はとりあえずこちらの方にこの3つ。ミニラージステーキ。ミニやけどラージなんや。そうね。じゃあこのミニステーキとあとミニラージステーキを。はい、すいません、いけたんじゃないの。兵庫県警の皆様にも愛されるこちらのステーキは、ふわふわと言っていいほどの食感と、お肉を邪魔しないあっさり味のソースがマッチ。ゴメスちゃんは 200g を頼んだよ。いただきます。はい、すごいよ、このすごいね、警察官って。こんなん毎日食べてんの。いやでもキャベツも千差万別やもんな、マジな。これいつよう言うてるけど、細かいね、切り方からドレッシング。酸っぱい系の、はい、ちょっとサンサン系いいです。ほんで出てくるの鬼早くなかった。鬼早かったね。こういうなんかすごいよな、ファストフードの速さやったけど。おやめーよりいいね。これタレは何系のやつ？ポン酢なんかちょ甘いっぽいんか。普通の焼肉っぽい。醤油。何これ？繊細な。けど。僕ごま油じゃない。ああ、そうなの。特製のやつかな、結構。オリジナルな。すごい肉っていうか、もう油の感じが。ほら、すごい。テカテカやもん。うん。すごい。すごい。え？こういうようにね、逮捕しちゃうぞ。なんやねんそれ。美味剤これ。美味剤。美味しすぎる。美味剤。美味剤。何ですかそれ。お味噌汁飲むか見といて。うん、味噌汁飲むから。まあ見るよそりゃ。あらものすごい優しいぞ。いいな、やっぱ米とお出汁感が強いですね、これ。あ、そうなんだ。お出汁強めのこれもう具ってよりは具は少なめ。いいっすね。あ、いいわ。スープとして捉えてますね。いいな、なんかレタス、刻みレタス。美味しい。うまい。なんかスープっぽいっていうのは分かるわ。スープっぽいな。ちょっとような感じするんだけどな。めっちゃいいや。ちょっとまんまで。すごいんですよ。うわ、すごくない？出た。4.5合目。これ肉の柔らかさまあ5つよ、これ。ねえ。すごい。すごいやけど、確かにごま油も入ってるな。多いよね。うん。信じられへんぐらい柔らかい。これ880円って安い。安い。木曜だけな。あ、そうなんや。多分。感じないな。県警とか、なんかもっともっと定食、なんか食堂っぽい。そういう感じなんだと思うんですよ。ちゃんとした洋食の感じも。洋食的。兵庫県警すぎるやろ。ちょっとプライド。言われてもダメだよ。レストランっぽいよ。ごちそうさまでした。よかった、ステッカーがあるんで、ニトリ神戸で毎回出てくる。一人いなくなっちゃった。よかったら皆さんで。ごめんなさい。ありがとうございました。ゆとり神戸。